はい、ファンコイさんでーす。バオミこれあれじゃないですか、再生数が稼げるエフェクターブランドじゃないですか。そうですよ。これあれ、ボスのイクライザー G7、はい、僕が初めて買ったエフェクターじゃないですか。使えなかったやつでしょ。そういや、それあれですよ、エリアコを使ってたからだ、最初。あで、エリアコは、エリアコのエフェクターはこれ買った方がいいよって言われて。それ間違いないんだけどね。間違いないんだけどさ、エリアコついてんじゃん。ああ、まあ確かに確かに。しかもモーリスのトルネードですよ。ああ、3バンドくらいがついてんのかな。そうですね。じゃあやっぱ7はあった方がいいもんね。あった方がいいけど、高校生がさ。まあまあいいっすよ。うん、いや、それね、はい、すごいね、いいことに気づいちゃったんだよね。なんすか。これやっぱさ、すごいブースターとして、優秀だみたいな話したじゃん。しましたね。これもしかして、こいつ単体でちょっと歪みをしたら、最高のブースターになるんじゃないの。ちょっと歪み成分をプラスする。歪み成分がないと、やっぱその、真空管とかじゃないと、ちょっと、音が硬いままになる。はいはいはい。ちょっとこう柔らかくしてあげる。はいはいはい。ちょっとコンプ感かけてあげる。はいはいはい。もっとより良くなるんじゃないと思って、ちょっと、そういうモディファイしたんだよ。めっちゃ簡単な。うん。それだけで結構良くなったんですよ。これっすか？それっす。これどうしようかな。まあ、全然やってもらっていいんだけどね。うん。ほんと、ダイオードをだから2本足しただけなんだけど。はい。要はそのクリッピングのダイオード。どんな風に変わるんですか、これ。いやー。イコライザーっていう名の歪みブースターって言うんですよね。まあ、軽くだけどね。はい。そんなには歪まない。まあ、クリーンな感じで。うん、まあ。オンにしても、別に。ないよ、これは。だけど、このレベルと、ブーストしたい周波数をちょっと上げてやると。いい感じになってきました。いいですね。これ今ノーマルね。これがノーマル。はい、ノーマルね。はい。じゃあちょっと同じ設定のまま、はい。ちょっとクリッピングを、その秘密の、秘密のクリッピングを、クリッピングをちょいんとしていきます。ちょっとしますね。はい。はい。じゃあ秘密の作業をちょいんとしてみました。同じセッティングです、はい、クリッピングダイオードをちょこんとつけました、はい、オン。これさ、なんかもう当たりの TS みたいになってる。いや、今俺 TS って言おうとしてこれ当たりの TS でしょ、完全に、うん。しかもさ、歪みでイクライジングができるってことですか。そうなのよ。あれこれめっちゃ良くない。だから、ケンタっぽいのもいけるし、うん、ちょっとまあ、もうちょっと歪ませる。もうなんかさ、レイボンっぽくなっちゃってるもんね、これ。確かに。あの、みんながスキーなやつなんだよ。スキーな感じだけどね。スキーなやつなんだいいですね。これいいよね。本当だ。で、上げたとこだけそのクリップしていくから、これだとまあフラット。これトランジスタンでやったら分かりやすいけどね。
ちょっとトップブーストっぽいっていうかさ、うんうん、AC30 っぽくしたいんだったら、うん、この辺をちょっと上げてやる感じがいいんだろうね。こうやってさ、どんな音でも結構できちゃうっていうか。確かに。これいいよね。でもあとなんか山なりとかにすればね。これどう、うん、沈みはこれだけだとまあ本当軽くしか沈まない、うん、だからあくまでブーストすることが前提なわけだよ。そう前提。まあもうちょっと改造したら歪んでっていうのができると思うけど、うん、なんかそこまではやる必要ないかな。だってただあのクリッピングダイオードをちょい付けしただけだから。ちょい付けしただけだから。これはすごいんじゃない、このお手軽さとか。これめっちゃいいよね。だってもう TS もいけるしさ、うんうん、AC30 っぽさもいけるしさ、うんうん、何個か買おうかなと思ったんだけど。意外と高いんだよ。あ、これ意外と8000円ぐらいとかしてて。あ、そうなんだ。8000円だったらまあいいわ。いやすごいですね。いや、こんなお手軽で使えるように。そのクリッピングの方法は秘密ですか。まあ考えてくださいって感じかな。まあ全然教えてあげてもいいけど。まあ一応うちでも受けれるけど、まあ5000円ぐらいあります。あ、ほんですか。じゃあ5000円ぐらいやってくれると。やります。いうことで、ちょっとね、化学調味料的な感じだけど、ね、イクライザーブースターってつくね。ねえ、そうそうそう。まあこれはね、ちょっと自社で作れないもんね、あんまね。これはちょっと作れないな。うん、まあこれ面白いもんで、はい、見つけたなと。見つけたなって感じですね。もうちょっといけるんじゃないかな、はい、もうちょっといい歪みになるんじゃないか。はいはい、はい、ということで、はい、販売中でございます。味変マシン。味変マシン。じゃあ12ボルトぐらい出します。いってみますか。オン。いいですね。いいですね。元気になりましたね。はい、7ボルトぐらいにすると、はいはい、多分ちょうど、はい、あのいい沈みになるのかなと思って、はい、ちょっとこなれたみたいな、はい、ちょっと開けますか。こなれてますね。やっぱさ、あのヴィンテージチューブスクリーマーみたいになる。はい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 。ねえねえ、これすごいいいよ。なんかあのちゃんと渋くなったね。ね。で、口を良くして、うん、もうちょっと下げて。泣いてたよ今。やめてシンセみたいになるのよ。ちょっと田島くん、これでもう4ボルトぐらいまで下げて、はい、しかも。
これすごいよね。これが全部その、いけるっていう。この味変マシンあったら、うん、イーコライザーで、シンセ遊びができるんですよ。あ、でも歪みはなきゃダメ？ほら、クリッピングなきゃダメ？いや、なくても大丈夫。そうだよね。楽器持ってない人でも、これがあったら、一人でこうやって、なんか、フィーンとかやって。遊べんだよ。やめてー。いやー、やっぱね、この味変マシンの無限の可能性ですよ。やっぱり発見しましたね。発見してしまいました、また何やってんだよ。いいよいいよ。じゃあちょっとね、またあの味変マシンで面白い使い方、あの面白かったら教えてほしいですね。研究発表会でしたね、イコライザーの無限の可能性、無限の可能、味変マシンとイコライザーには無限の可能性があるな。はい、ファンコイさんでした。ありがとうございました。